今回は鶏肉とじゃがいものカレー炒めの作り方を紹介します。ちょっとカレーっぽいものが食べたいところなのにパパッと作れるお手軽レシピですね。それでは作っていきましょう。材料は鶏むね肉 100g、 じゃがいも第1個、ピーマン2個、生姜小さじ1です。ピーマンは種と草を取り、1cm 幅の角切りにしていきます。じゃがいももピーマンと同じくらいの大きさにカットします。鶏むね肉も同じように角切りにしていきます。鶏肉に下味をつけます。軽く塩コショウと酒を入れ揉み込みます。つなぎに卵を少量入れ含ませたら、片栗粉を小さじ1くらいでまぶしておきます。じゃがいもは皿に乗せラップをします。これを600ワットで5分加熱します。鍋をよく温めてから油ならしをしておきます。大さじ1の油を入れ、鶏肉を炒めていきます。軽くを中火にして、鶏肉の表面を焼くようにして炒めていきます。鶏肉の全体が白くなるまで炒めていきます。そうしたら生姜とじゃがいもを入れ炒めます。じゃがいもの表面に軽く焼き色をつけるようにして炒めます。じゃがいもにうっすらと焼き目がついてきたらピーマンを入れ炒めます。少しまたは酒を大さじ1入れます。醤油大さじ1も鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。鶏ガラスープまたはもとを溶いたものを200cc 入れます。砂糖小さじ1と味の素を少量入れます。カレー粉を小さじ1分の1を入れます。じゃがいものスープを吸わせるようにして弱火にして軽く煮ます。Thank you.
少なくなってきたら黒胡椒を振りかけます。ごま油を少量入れ香りをつけます。軽く炒め合わせれば完成です。皿に盛り付けます。これで鶏肉とじゃがいものカレー炒めが出来上がります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。